信濃松代城東開かずの門にいます。正面から見ると東の方でですね、ここに大きな、櫓の門があったということで、こちらに、図面がね残ってるみたいで、復元したら相当大きいですよね。この石垣の高さから見るとですね、2段になって、あの正面の門と同じぐらい、こんな感じで見上げるような感じになられてますよね。ちょっと今日はこちらから入ってみたいと思いますね。裏側、正面の方ね、今日観光客の方がすごく多いんで、堀と石垣がすごく綺麗なお城ですのでね、ゆっくり見たいと思いますね。ゆっくりって言っても、いつものようにですね当然早足になってしまうんですが、こちらが復元されている、整備されている石垣ですね。開通城当時のものということではないですけど、戦国時代にしては珍しいですよね。開通城も山城でもないですし、平山でもないし、もう完全な平城ですよね。今高速道路が見えますけど、すぐそばに川がありますし、全然ですね防衛になってないんじゃないかと。ところがですね、この川中島を制するときに、周りの西条さんとかね、そういう山々見えますけども、そういうところの山の防御よりですね、山にはいくらでも砦とか山城あったんですけど、この川のですね、根っこのところを抑えると、そういう意味で海津城を作りましたので、もう完全にそのなんですかね、対上杉というよりもその川中島を制するために作ったお城と言えると思いますよね。じゃなきゃこんな敵地の真ん中、敵地といっても、北信濃の川中島は取り合いの場所でしたので、どっちとも言えないんですが、ほとんど敵陣の真ん中というか、中心となるようなところにですね、ドカンとお城を建てたと、それが最大の理由ですよね、ここにあるという。本来でしたら、ここは江戸時代も使われているんで、真田氏の居城ということで、そういう意味ではそのまま使える戦国時代の城ということになりますね。で、石垣なんかも結構綺麗に残ってるんで、石垣ファンの方とかね、見てみたいなというところではですね、門と石垣しか正直ないんですけど、非常に見やすくなってますので、どなたでも来れるという史跡になってますね。あと天守はないんですが、大きな天守台がありまして、その部分もですね、じっくりと入れるといいですね。で、やっぱり復元した門がですね、結構大きくて素晴らしいんで、まずめ石とか入ってますよね。後世直したものがもちろん入ってるんで、全てが元のままではないんですが、真田氏10万石のお城にしては、海津城そのまま使ったというのもあるんですが、ちょっと小さいなという感じはしますよね。これが門になりますよね。これが今上がれないんですけど、この上には当然建物があって囲んでいた感じになると思いますね。いくつか修復したという事例があるようですので、この建物もね、だいぶ復元してから経ちますから、そんな感じで本丸の方を見ていただければと思います。はい、松代城でした。